こんにちは、皆さん。今日はなんとワゴン R の誕生から現在までの進化についてディープダイブしてみたいと思います。小さな車だけど、その歴史と進化はめっちゃ面白いんですよ。さあ皆さん、この旅に一緒に出発しましょう。もし車を一言で表すなら、移動の自由って言葉がぴったりくると思いませんか？特にワゴン R はそのコンパクトさで多くの人々の生活を変えました。けれど、この小さな巨人がどのように進化してきたか詳しく知っていますか？今日はその軌跡を追ってみましょう。でもその前に、ちょっとしたクイズで脳をほぐしてみませんか？クイズ91、ワゴン R が初めて登場したのはいつでしょう？ A 1993年、 B 1995年、 C 1998年。正解は A 1993年です。1993年に初めて登場してから、ワゴン R はコンパクトカー市場に革命をもたらしました。ワゴン R が初めてハイブリッド車として市場に登場したのはいつですか？ A 2012年、 B 2015年、 C 2017年。正解は C 2017年。ハイブリッド車としては2017年に初めて市場に登場しました。ハイブリッドモデルの導入により燃費効率が向上し、環境への配慮も一層深まりました。ワゴン R の物語は1993年に始まります。当時の車市場は大容量かつ高出力エンジンの車が主流でした。しかし、スズキは都市部での運転を念頭に置いた小型で経済的な車の需要があると見込み、ワゴン R を開発しました。初代ワゴン R は高い実用性と燃費の良さからすぐに人気を博し、コンパクトカーの地位を確立しました。以降、ワゴン R は多くのマイナーチェンジとフルモデルチェンジを経て、技術的な進化の旅を続けています。そして今、電動化の波が押し寄せる中で、ワゴン R はどう進化を遂げているか、その先を見てみてみましょう。最新版ワゴン R はハイブリッド技術を取り入れ、さらに環境に優しく経済的な走行が可能になっています。デザイン面でも進化し、より洗練された外観、広々とした室内空間を実現しました。消費者のニーズに応えるための安全技術の向上も見逃せません。これらの進化はワゴン R がただのコンパクトカーにとどまらず、時代の変化に対応し続けるスズキの意思を示しています。ワゴン R の進化、特に環境対策の取り組みが重要視されています。時代の変遷とともに、自動車は単に移動手段としての役割を超え、地球環境への影響も大きな評価基準となっています。その中でワゴン R のハイブリッドモデルの導入は、燃費効率の向上と CO2 排出量の削減において大きな進歩を遂げました。このハイブリッドシステムは、エンジンと電動モーターの組み合わせにより、走行中のエネルギー効率を最大化する技術です。具体的には、停止時や低速走行時に電動モーターを主に使用し、高速走行時にはエンジンの力を生かすことで無駄な燃料消費を抑えています。デザインの進化に目を向けると、ワゴン R は初代モデルの箱型デザインからより流線形で洗練された外観へと変化してきました。この変化は、消費者の美的ニーズと空気抵抗を減らすことの両方を満たすための努力の結果です。特に空気抵抗の低減は燃費向上にも寄与しており、環境性能と直接的な関連があります。安全技術の面では、ワゴン R は先進の衝突防止システムや自動ブレーキ機能の搭載など、乗る人の安全を守るための技術の更新を続けています。例えば、最新モデルでは周囲の車両や障害物を検知するセンサーやカメラを活用し、衝突の危険がある場合には自動でブレーキをかけるシステムが導入されています。これらの技術は、ワゴン R が単に小さな車であるだけでなく、高い安全性と環境性能を備えた未来志向の車種であることを示しています。これらの進化は、ワゴン R がただのコンパクトカーではなく、時代のニーズに応え、環境に配慮し、乗る人の安全を考えた車
ワゴン R のこれらの進化を踏まえ、次のステップとしてどのような進化が期待されるでしょうか。電動化のさらなる推進や全く新しいコンセプトの開発など、様々な可能性が考えられます。皆さんが考えるワゴン R の未来像についてぜひお聞かせください。僕からの質問、そしてここで皆さんに質問があります。ワゴン R が次に向かうべき進化とは何だと思いますか？電動化をさらに進めるべきか、それとも全く新しいコンセプトカーに挑戦すべきか、またワゴン R を使ってみてどんな機能があればもっと良くなると思いますか？皆さんのアイデアや夢をぜひコメントで共有してくださいね。今回はワゴン R の誕生から現在までの進化についてお話ししました。この小さな車がどれだけ大きな進化を遂げてきたか、面白いと思いませんか？あなたの考えるワゴン R の未来についてぜひコメントで教えてくださいね。そしてもし今回の動画が面白かったら、チャンネル登録や高評価を忘れずにお願いします。あなたの意見が私たちのコミュニティをさらに豊かにします。次回の動画ではあなたからのフィードバックをもとに、また新しいテーマに切り込んでいきたいと思います。動画を最後まで見ていただき本当にありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは皆さん、良い一日を。